You're listening to Shibuya Cross FM.18時を回りました。まどかと渋谷でランデブー始まりました。静かだな静かだなあんま騒いじゃいけないわけじゃないですよね。そんなことないです、そんなことないです。大きい声出したら怒られるとこじゃないですよね。急にね、今日なんか静かな、パシパシパシ、無音でね、なんか静かな無音から入るみたいなね。はい、今日も始まりました。お久しぶりです。お久しぶりです。1ヶ月ぶりですね。そうですね、そう、この間ね、なんかしんのすけさんにこのスタジオの、はい、なんていうんですか、あれはポール、はい、スタジオの前のね、ポールに靴がこう引っかかってるのが、はい、それってなんとかっていう合図ですよ。シューフィティでした。シューフィティか、シューフィティ。なんかこう、いろいろなんか実はサインな場合もあるみたいな、マジでやばいサインだった。怖いよね、すごい怖いよね。インスタもすぐ上げちゃったもん。いや、私もあげたよ。やばい、どうした。ギャングの縄張りのサインですから。そう、らしいよやばいですよね。ギャングになっちゃうよやばいかもしれない。やばい。でもさ、ヒカルみたいなのがギャングにいたらすごい面白いよね、うん、みんなさ、絶対怖くないと思って騙されるじゃん。騙されるだろうね。いろいろできちゃうよね。わかんない、爆弾持ってるかもしれない。そう結構ね、爆弾出すかもしれない。結構悪いやつかもしれない。カラーギャングね、イエロー。そう、イエロー。IWGP の、IWGP の久保塚さんのところね。そうだよ、イエロー。G ボーイズですよ、それ。G ボーイズ。池袋ウエストゲートパークの。そう、懐かしい。知らないよね、多分ね、ヒカルの世代だと。聞いたことある。いや、あのドラマ面白かったんですよ ね。あれ、今見たらめちゃくちゃ豪華なんですよね、出てる人がね。すごい。だって永瀬さん、久保塚さん、あと佐藤なんでしたっけ。あ、名前が、下の名前が出てこない。もう今、主役張るメンツがごっそり出てる。ごっそり。すごいですよね。すごいの。そう。そう、今あれ、あのメンバー揃えられないですよね。いや、揃えれない。無理かも。で、やっぱ話も面白かったですしね。面白かったですね。なんかちょっと前に、途中までまた見返して、はい、やっぱ面白くて、キングかっこいいし、そう、キング、久保塚さん、で、一応実際にいた人物で、新宿か池袋の人で、実物のモデルさんがいるみたい。あ、そうなんですか。そう、キングのモデルがいるらしいです。実話に基づいて。そう。あ、そうなんですね。そう、なんかそう、それをその人と友達なんだっていう人と話をして、ちょっと前に、で、ちょっと池袋ウエストゲートパーク見返したんですよ。大丈夫ですか。いや、そういう感じ。やばいですよ、今。そういう感じ。まさか、いや、違う。NG ですよ、これ。電気になっちゃいますからね。大丈夫なやつ。クリーンですね。大丈夫です。クリーンです。クリーンですね。もともと、でも、あそこまですごい悪かったわけではないらしいですけど、そう、らしいですよ。実際なんですね。あ、実際にいるんだと思って。キングがいたんだって思って。そう、ね、すごい脱線しましたね。脱線しましたね。黄色からの、シューフィティからね、ずれて、さらにだいぶね。普段はね、平和にメダカをね、育ててる今はもう本当に おじいちゃんみたいな生活をしてるんで。そのうち盆栽とか、盆栽とかね、メダカとともに盆栽、そう、盆栽とか、ね、盆栽みたいな感じのやつもやってます。まあ、でも植物もね、植物詳しいですもんね、はい、だから要はタイとかでやっぱ盆栽としてやられてるアデニウムっていうお花があるんですけど、はい、アデニウム、あ、なんか聞いたことある、はい、アデニウム、それを今育ってます、はい、へー、はい、盆栽みたいなもんですよ。だからもう、じゃあなんかこうカットして、形を作ってあげる感じ。もう太くしていくっていうのを目標に育っていく植物なんですけど、はい、花が咲くとかではなく、花も咲きます。あ、花も咲く。砂漠のバラって言われてるんですけど、へ、はい、へ、砂漠にもともとあるやつを海外からちょっと取り寄せて、すごいですね、はい、で海外から来るんで、はい、全部丸裸にされてくるんですよ。まあ、いろいろね、なんか検疫とか通ってこないといけないんで、土も全部剥がされて丸裸で来て、かわいそうに、でそこから土に植えてあげて、はい、根っこがちゃんと出るかの勝負から始まるみたいな。はい、じゃあもしかしたら、そのまま腐っていくっていうパターンもあるんですよね。で、結構高いんじゃないですか。結構高いです。いい値段、はい、ね、いい値段で、はい、その新聞なんですよ。もうおじいちゃんですよ。おじいちゃん、本当に。あんなね、鍵、合鍵でじゃらじゃら言わせてたと噂のしんのすけさんが、鍵1 鍵1
自分家の鍵家しか開かない鍵普通ですよね普通なんですけど当たり前当たり前私たらもうちょっとみんなの方が持ってるかも持ってますよね、うん、あのなんかいろいろね自転車とかね自転車とかねあのゴミ捨て場とかね、はい、そうそうそうゴミ捨て場とか、ね、手帳とかね、うん、そうそうそうありますからね、ありますからね、自転車もう今盗まれないですね昔はよく盗まれましたけどね、うん、でも結構うちのあの光も、はいね、あゆみも自転車盗まれてるよね兄2人が盗まれてるあそっか上自転車盗まれてるあの兄2人お兄ちゃんここ私と光の間に男の子2人、はい、兄弟いるんですけど、はいはいはい、その2人が自転車2回ぐらい盗まれてる、じゃあそれはめちゃくちゃいい自転車ですね多分あいいやつ多分太ってる方の兄のはいいやつなんですよ大きい人でも乗れるやつ、はい、タイヤこれぐらい分厚いんですよあの上の兄とか下の兄で言ってくださいあの太ってる方の兄だとちょっと分からないサイズで兄言う人います下の兄下の兄ですね太ってる方の兄だと下の兄下の兄ねややこしいですねややこしい下の兄が太ってるんですねそうなんですちょっと一見お兄ちゃんみたいなねな感じに見えるけど下の兄下の兄まあいい自転車で盗まれてそうそうそう上の兄の方はもう盗まれママチャリだけど盗まれてすごい大人しそうなメガネのそうメガネのね、はい、お宅のボクちゃんなんですけどボクちゃんボクちゃんなんですけどねいつ盗まれたのかいつ盗まれたのかっていうね、はい、そんななんちゅう話なんか物騒な話話をして、はい、盗まれるんですね自転車ってじゃあね、はい、今日の誕生花ご紹介していきます、はい、今日初めて聞くお花の名前があって都忘れ、うんはい、8月1日のおしゃれそしてすごい綺麗なねパープルのすごい綺麗です都忘れでその後が朝顔なんかねちょっと季節ずれてる気もしますけど、ねそしてまさにもう今の季節ひまわり、ひまわりあとはお白い花ですね、はい、そう都忘れは4月から6月に開花させるそうですねだから結構じゃあもう全然関係ないですね今 ね, ねでも今なんだなっていうもう今枯れてんじゃないですかだからそう枯れちゃうのになぜか8月1日のまあでも花言葉もちょっと紹介してあ開花をしてから9月下旬までは植え替えをしないようにして水はけの良い土に植えることが重要だから9月下旬ぐらいまでは咲くんじゃないですかねなるほ なるほどそうで花言葉もね結構こう切ない花言葉が多いからうこうわざとこう、ね、夏の終わりに向けての花言葉になってるのかなとなじゃあ花言葉紹介していきます、はいしばしの憩いしばしの別れしばしばしはいしばしばしそうで別れ、はい、また会う日までっていうねちょっと切ない悲しい花ですねこれは、ね、悲しい花です、はい、もうだって名前がね都忘れだからそうだななんかねちょっとこうよく都落ちとかも使うそうですねなんかそういう感じのねで笑いでね売れようと思って頑張って、うん、来たものの、来たもののやっぱダメだもう帰ろうとそうちょっと地元に帰ろう、うんそうですね、はい、うちの相方に送ってあげたいですねこれは都忘れなんでこんな急にね家に送りつけてやりたいですねなんだろうっていうねなんで都忘れ来たんだろ うすごい怖いですよね調べてみよう調べてみようこういうことかっていう、はい、そして朝顔ですねはい、はい、朝顔は7月から9月なんですねなんか梅雨時期のイメージだったけど、はいはい、で朝顔の花言葉が愛情儚い恋、結束、固い絆、愛情の絆、明日も健やかに、あなたに私は絡みつく。あのツタの感じが出る感じなんですね。ねえ、すごいですね。朝顔は見ますけど、うんうん、あの小学生が大体学校で朝顔を育てるじゃないですか。そうそうそうで夏休みになったら持って帰ってきて、そうそう持って帰ってきたら水あげないからカラッカラになってるんですよ。あの黄色いね、なんか四角いバケツみたいなやつね、やりましたよね。そう夏休み明け荷物多いのに夏休み前、そうあれ持って帰るって結構無理だよ。小学生にね、いや持って帰ったもん。持って帰りましたよね。持って帰ったけど。やめてって思ってなんでこんなん持って帰るあれなんなんあれなんなんですかねあれな、ね、なんであれやるんだろう朝顔以外はダメなんですかねそう確かにね逆に学校に置いておいて、うん、管理人さんに任せた方がいいんじゃないかいやあのそれの方がでもそれの方がなさそうだねそれ教育の意味がなくなるんですよ育てるということで学ぶんですから学びのため管理人さんお願いしますはもうやる必要ないんですよ学校で育てとけばみたいなねあれ育てたなあだいぶ育ったなって9月頭に意味ですあれ教材ですからはい、はい、そしてひまわりですね
はい、もうね今まさにな時期ですけれども、うん、ひまわりの花言葉、憧れ、崇拝、これ愛、愛慕、愛想、なんて読むんだろう、なんて読むんですかね、ね、はい、愛に慕うって、ね、愛に慕う、はい、愛慕、愛想か、熱愛、これも好奇でいいのかな、光り輝く、光り輝く、はい、であなただけを見つめる、偽りの富、偽金貨、すごい最後の方なんか怖いのになっていきますけど、ちょっと意味がぐちゃぐちゃですね、そういろんな種類の意味があってね、そうなんですよ、なんか相反する意味が ね、どっちもあったりしますね、はい、そしておしろい花、はい、これね綺麗な、これも結構よく見るお花だと思うんですけど、うん、はい、おしろい花の花言葉は臆病、内気、恋を疑う、昇進、昇進者の昇進ですね、はい、がありますね、ちょっとね、こうダメですね、ダメですね、ダメですね、ちょっとわ悪めな ね、 面白い花ね、ちょっと、はい、なんでこんなにおしろい花からしたら、うん、なんで俺の言葉、ね、こんなことにしてくれんだよってありますよね、花言葉つけんのかしらって、ね、俺だって一生懸命咲いてんのにと、なんでよって言うね、なんでよ、俺もあの今までのやつ1個ちょうだいよってなりますよね、これね、カラー的にはね華やかなんですけどね、意外とちょっとネガティブなあれでございました、はい、はい、花言葉でございました。そして今日はパインの日、あと水の日ですね、パイナップル、はい、この間久しぶりにシュラスコ行ったんですよ、ほう、そう、近所の、そう、お肉、お肉切ってもらって、ね、はい、そこにあの焼きパイン、はいはいはい、炙ってある、焼いてあるパイナップルがこう出てきて、そう、で、それを途中で食べるとまた入る気がするんだよね、結構お腹いっぱいで、ね、リセットされて、あったかいのパイン、あったかいの、すっごい美味しくて、美味しいんだ、めちゃくちゃ美味しい、だからパインめっちゃおかわりしたえ、あったかいパイン好きじゃないんですか、好きじゃない、私もね苦手だったの、ピザのね、ピザとか酢豚とかチャーハンに入っているパイナップル苦手だったけど、単独で焼いて出てくるのはすごい美味しかった、あ、なるほど、そうなんだ、美味しい、美味しい、常温が一番美味しいと思ってる、いや、まあそれもそれで美味しいけど、あの焼きパインのちょっと温まってる感じと、うん、で焼きチーズも出てくるから一緒に食べたら、パインとチーズ一緒に食べるの、一緒に食べたら美味しかったです、へ、ね、おしゃれなとこ行ってますね、本当に、いや普通に、普通にあのよくあるシュラスコ屋さんで、シュラスコ屋さんに行かないんですよ、まず普通の人は、ね、いや、お肉食べたいじゃないですか、もう目いっぱい、普通は大体焼肉屋さんでしょ、お肉食べたいって、じゃあ牛角とか、牛角行こうぜですよね、焼肉臭くなっちゃうじゃないですか、その後出かけれないじゃないですか、焼肉屋さんだと出かけようとしてるんですか、どっかに、いや、出かけ家に帰ってください、飯食ったらダメなのかよ、なんどこ行こうと、なんでシュラスコ、なんかちょっと恋しようとしてるの、あなたは夏に恋のシュラスコ食べて肉で、肉食ってね、ちょっと言えてなかった栄養だけつけて、でも匂いつけないで、シュラシコ。シュラシコ。シュラシコむずいですね。シュラシコって言ったからね。人を攻め、ちょっと間違えましたけどね。攻め立ててる時に噛んだらもうダメですよね。全然一番ダメなやつもうそこにしか焦点当たらないんで、シュラシュコ、何言ってるかよく分かんないですもんね、はい、ね、ぜひ皆さん近くなんでね、はい、あの渋谷の駅の近くの、ディズニーストアの横の、あそこなんですね、はい、あそこ美味しいです、はい、行ってみましょう、はい、ぜひね、行かないでしょ、今の何をポリポリ繰りかけながら行ってみましょう、行ってみましょう、映ってるからね、映像も全然そんな気ない感じ、行ってみましょうじゃない、行ってみましょう、うん、ラーメン屋とかのが行きたいんだね、お肉はあんまり食べないもんね、お肉食べないんですか、食べないですよ、そう、意外とね、お寿司のサーモンだったら食べたいですね、たくさんお肉だから逆にこうサーモンシュラスコみたいんだったら行くんだろうけどね、行きますね行かないでしょ、行きますね行くときは本当行く、行きますって言ってください心に近、うん、近ってたんで、心に近ってたんですね、はい、じゃあね、この辺で本日の1曲目聞いていただきたいと思います、まどかでパトス聞いてください、アンのご覧ください、どうぞ、we'll be right back.
い、まどかでパトス聞いていただきました。ではではここで本日もフェイバリットムービーコーナー参りたいと思います。もう拍手していいんですよね。いや全然しても、もう拍手はなくなる。いや全然ね、いつもでもなんか小さく、一応気使ってるんですね、まあ、一応ねこうジングルみたいのがあるから、そうそうそう、あるからこうねかぶっちゃうんでね。そう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 、上品な拍手で、はい、はい適当だな言い方、上品な拍手で上品な拍手で、はいはい、じゃあ木之助さん、なんか今日は紹介する映画、はい、アニメありますか？映画ですか、うん、なるほど、映画、はい、みんなちょっと知らないかもしれないですけど、はい、一番面白い映画は、一番面白い映画ホームアローン。いや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 、みんな知ってるけど、これ毎回あるんですね。フェイバリットムービーのコーナー、あの毎回あるんですね。でもあればで大丈夫です、はい、あればで大丈夫です、ね、そう、毎回って意外と大変なので、はい、私たちはもう毎回なるべく出すようにしてるんですけど、あ、本当はあれちょっとみんなちょっと忘れてないですかっていうのがあるんですけど、はい、ジュマンジってあるじゃないですか。あー懐かしい、ね、ジュマンジってみんな見たことあるじゃないですか、うん、あります？私なんかねちょっとだけ見たい。え、ジュマンジ知らないですか？ないかも。一回見たことない。動物と人間とすごろくするんですけど、そう、なんか不思議な話。え、ないかも。あ、ないんですか？ディズニーでしたっけあれ？ディズニーじゃないか。いや、ディズニーじゃないかも。ジュマンジ。ジュマンジ知らないですか？ジュマンジってあるのよ。あの、ネトフリとかでも見れるよ。フールかネトフリかなんか、ね、結構名作なんでリメイクもされてる、うん、ますし、ちょっと前もなんかやりましたよね。やりましたね。ね、ですよね、はいはい、なんか何作品も出てる気がする。で、それが有名なんですけど、うん、それのジュマンジの続編みたいなやつで、ザ・スーラっていうのがあるんですよね。ほうほう。それは舞台を宇宙に変えた、へー、まあ、ジュマンジみたいなお話なんですけど、はいはいはい、意外とみんなそこをスルーしてるんで。あ、へー、はい、でもまずジュマンジ見てから、ジュマンジ見てからですね、そっち行った方がいいですよ、ね、そうですね。でもジュマンジは大体全員見てると勝手に思ってたんですけど、うん、見てない見てじゃあまずジュマンジから。わかりました、はい、なんか4作品ぐらいあります。3、なんか何段か出てますよね。確かにそうですね、2か3ぐらい出てた気がする。2個出てまたなんかリメイクで新しいやつが2個最近出て。内容は全部一緒なんですか？全部違います。全部違う、はい、全部違う、全部違います今日すごいなんか。いや、いいんですよ。何ですか全部違うの。シュラシュコもうシュラシュコから全部崩れちゃった。シュラシュコって何？もうシュラシュコで全部崩れちゃってるんですよ全部シュラシコ。そう、全部全部シュラシコですね。気をつけてくださいね。はい、はいはい、じゃあまずジュマンジを見てから、ジュマンジを見てからスーラを、はい、スーラ、はい、スーラ、スーラ、スーラですね。スーラ、スーラ、はい、何で見れるとか分かりますか？配信してます。それはですね、それは謎。あのツタヤで、あの、はい、借りてくださいビデオ。あ、借りる、わかりました。ビデオ DVD じゃなくて。いや、本当なんか見れます、なんかで見れますねきっと。なんかでは多分ありますよね。なんかで見れるんじゃないですか、うん、見れると思います、はい、はい、アバウトです。はい、すみません。じゃあヒカルは何ですか？はい、私はですね、あの、はい、2007年バージョンの恋空っていうね、はい、2007年バージョンがあるんですか？何年、なんか2008年のと7年のがあって、うん、あ、そうなんだ。え、人が違う？人は一緒。8年の方は分かんないです、見てないんで。7年の方は三浦春馬さんと新垣結衣さんので、うんうん、あの、なんか夏になるとちょっと青春の気分を味わいたいんですよ、うん、あ、なるほど。ポカリスエットみたいなねとか、そう、なんかあの、うんうんうん、なので毎年時かけを見てるんですよ。時をかける少女みたいな、 あれ見たくなる、あれ見たくなる、見るんですけど、ちょっと美男美女のちょっと青春のキャッキャしてるのを見たくて、すごい。さ、自転車相乗りしてるやつね。そうなんですよ、うんうん、のろけを聞きたくてしょうがなくて、うんうん、見たらもう辛すぎてやばかったです、ね、あれはね辛いやつだよあの、見たらダメですよ。そうそうそう、ね、結構むしろ辛いやつ、うん、そうですね、最終的にはね、なんかね、こう可愛い。そうなんですよ、うん、もう本当に可愛いカップルで、学生の、ね、恋愛物語って思うけど、はい、う、話がね、そう、めっちゃ後半ずっと泣いて、うんうんうん、あの、声が出るほど泣いてしまいましたね。そうそうそう、意外とね、一人で、一人で、そう、意外と切ない、うーとか言いながら泣いちゃって、泣き方が、泣き方怖いな泣き方怖い、声が出るほど泣き方怖いじゃないの？うーって泣いちゃう。いや、でもあの、耐えきれなくてうーって言うと本当に泣いちゃうぐらい、おえつ、おえつのやつね。その泣き方の人は恋空見てるとは思わないけどね、うん、まさかのね。そう、でもすごくね、はい、なんていうんですか、あの、三浦春馬さんのあの素敵な、ちょっと
喧嘩強い、ちょっとね、うんうんうん、ヤンキーチックなかっこいい僕ちゃんと、すっごい素敵な荒垣結衣さんね、うん、ぜひ見てみてください、はい、恋空でした。何で見れますか？Hulu とか、あとネットフリでも見れます。はい、はい、ありがとうございます。はい、そして私はこれネットフリックスで見れるんですけど、はい、結構最新のやつでプロミシングヤングウーマンという、もともと医学学校に通ってた主人公の女性が、うん、はい、なぜかカップケーキ屋さんで働いていて、なんかこう普通の生活をしてるの。でその中で普通のなんだろう、どこにでもいる女の子かなって思ったら、深夜になるとすごい派手な格好をして、はい、バーに行ってこう男性を引っ掛けに行くの、そう。でも実はそれはなんかこうただ単にそういうなんていうの、夜遊びをしたい女の子なのかなって思ったら、いろいろ掘り下げていくと、実は学生大学時代に親友だった女の子が亡くなったのね、はいはい、学校で、はい、でそこの事件に実は基づいてて、その犯人を探すために動いてるというか、そのケーキ屋さんになったのも理由があったのか、だから逆に当たり障りないバイトをして、はい、あーなるほど、こう自分、まあ、変装して夜中にね、こうバーとかに行って、うん、いろんな人を探しに行けるようにわざとこう身を隠して、うん、そう、結構ね、いろいろ問題作な感じもあるんだけど、しっかり見ていくと、それ言っちゃうと、うん、全部クライマックスと、いやそうですよ、言っちゃうから、とりあえず見てくださいって、うわ、そう。でもね、すごくずっと目が離せない感じ、面白い。見終わったらどういう感想を抱きますか？なんかリアルな話、ちょっと嫌な終わり方はする、ちょっと嫌な終わり方はする。ハッピーではない、ハッピーエンドではない。見たくなっちゃうね これ見たくなっちゃうんですよね。後味ちょっと悪いの気になっちゃう。後味悪くて、でもその親友のためにこの女性は頑張ったんだなっていうとこです。死んでない？死んでないですか？頑張ったなっていう頑張ったなってことはバッドエンド、まあ、詮索しちゃダメですよね。そう、あんまり詮索せずにぜひね、見た方がいいですね。我がネットフリックスで見てみてください、はい、はい。ではここでもうこのままタロット占いコーナー参ります。はい、ちょっとね時間も押しちゃったので、皆さんの今週の1週間のね運勢を、8月始まりましたからね、はい、はい、来ましたね、来ましたね、真夏ですよ。という間で、あっという間に、もうすぐきっと、もう来年もよろしくみたいなことを言ってる季節になるんですよね。あっという間なんだろうな。俺はそうですけどね。ひかるちゃんはあっという間じゃないですよ、若いから。いや、あっという間ですよ。年取ったらあっという間ですよ、1年は。いや、あっという間？あっという間です。昔よりはね、知らないうちに8月になってましたもん。ね。もう8月誕生月だけど、もう二人ともね、そうね、どうしようって。あ、そうなんですね。そうです、1日違いなんですよ。私が25日、ヒカルが26日。冬生まれっぽいですけどね、まどかさんね。すごい言われて、夏苦手なので、ね、そうですよね、真夏に、ね、真夏に生まれてるんですよ。あ、真夏に生まれてるんですね。真夏生まれなんですよ、夏こんなに苦手なのに、ね、夏嫌いそうですもんね。もう溶ける、うん、暑いもん。もう海行ったら不機嫌になりそうですもんねだから嫌だって言ったのにって言いそうですもんね。パラソルの下にいそうですよね。下で長袖着て、そう、何しに来たのあの人みたいなね、まあ、もうちょっと楽しみますけど、あんまりわざわざは行きたくない。行きたくないと。そう、だったら夜の海とかに行きたい。あ、なるほど、なるほど。それ言うと真っ暗だよって周りの人に言われてすごい悲しくなるんですけど今週の皆さんの運勢を見ていきます。 はい、5、6、7、お、です。うわ、やばいんじゃないですかこれは。あら、でも死神が出たからってね、悪いカードなわけじゃないんですよ。あ、そうなんですか。そうで、それの逆位置なんですけど、はい、一回こう物事何かを終わらせて再スタートさせるとか、新しいことをスタートさせるとかっていう意味があって、まあ、死ぬってある意味こう一旦終わるじゃないですか、はい、でも一旦終わるってことは何かが始まるっていうことなので、うん、そんなね、ですだからってすごい悪いカードでもないんですよ。もうちょっと実際
もっと悪い意味のカードとかもあるんで、あるんですね、ありますあります、ですよりもう全てが崩壊するみたいな、あ全てが崩壊、全てが頼みますよ、抜いといてくださいよそのカードいや絶対出ないように、抜いたらもう意味ないです抜いたらそんなの出たら縁起悪いでしょ、だってそれの対応策っていうのがねあるんで、あるんですね、またね、そうだからあのこれ正位置だとまたねちょっと、まあ、でもそんなにそんなこの釜を持ってるからねすごい悪いイメージに見えるんですけど、何かに再挑戦するとか再スタートさせるのにいい一週間ですね。そうでもこう対人関係だともしかしたら間違うとちょっと関係を切りたくないみたいな、なんかこう名残惜しさが残っちゃってずるずる腐れ縁みたくなりがちなので、そこちょっと気をつけた方がいいから、今週はもしねこう別れ話とかしたい場合は、はい、しない方がいいかもしれない、逆に悪循環になっちゃうかもしれない、来週にそうそうそう持ち越した方がいいかもしれない持ち越してください、はいはい、そういう時期ですね、はい、あとはあの仕事関係だとね結構いいんですよ、なんか再雇用とか、あと前の職場に戻るとか再就職っていう意味もあるので、なんか例えば前の職場やっぱり良かったなってちょっと戻ってみようかなとか、あとやっぱ前の職場すごい自分に合ってたなって思うんだったら今週中にちょっと連絡してみたりとか、もう一回応募し直すのがいい時期かもしれない。あ、そうなんですね、うんうんうん、そんな時期ですね。そうなんかね対人関係と恋愛関係だと諦めきれないとか、なんかちょっとうじうじしちゃう感じなので、スパッとお気をつけてね、はい、気をつけて来週でなんでちょっと笑う、はい、心当たりはないですよね、2人ともそういうなんか恋愛で、ないですね、ないですか、恋してないんですね、ないですね、そうですね、うん、ちょっといいなっていう人も いたりしつつ、でもなんかそこまでいかないみたいな、なんかこうパーってならない、あ好き好き好きとはならないですね、あならないならないですね、あかっこいいなぐらいな、だからこう道歩いてあかっこいいぐらいな話の程度の感じですね。あ、そんぐらいですね。そう残念ながらね夏なのにお祭りとか ね、 そうですね、浴衣祭り、あ浴衣デートとかしたいですけど ね、 ね、はい、本当 に、 ね、本当に今年はねお祭りできるのかな、え、ね、気持ちを込めてください、はい、もうちょっと気持ち込めて皆さんね1週間にしてください、はい、はい、じゃあメッセージのご紹介していきましょう、はい、今回のメッセージのお題は、はい、暑い夏の日の過ごし方ですね、はい、今回2ついただいております、はい、まずお一人目をご紹介いたします、ラジオネームミッキーさんからです、ありがとうございます。まどかさん、ひかるちゃん、しんのすけさん、こんばんは、こんばんは、毎週楽しく聞いています、生放送見に来ました、ありがとうございます、出ますね、ありがとうございます、暑いのに、ね、大丈夫ですか倒れないでねうんてちっちゃくうなずいてうんて、オッケー今日のテーマ、うん、暑い夏の日の過ごし方ですが、はい、自分は図書館に行って、あーいい、ほう、めちゃくちゃいい、静かでエアコンの効いてる涼しい空間で本を読むのが好きです、うん、たまに寝てしまうこともありますが、うん、ゆっくり過ごせて快適です、いやいいですね、いいね、うん、図書館ってね、なんであんないい空間なんだろうね、緊張しちゃわない、いや私なんか高校生の時とか図書館の先生、図書室の先生と仲良くなって、なんか休みごとにいつも行って、世間話して端っこで本読んで寝てとかってしてた、はい、涼しいしなんか静かだ し、まあ涼しいよね、うん、なんかいい匂いするじゃないですか、はいはいはい、なんか本の、あ分かる分かる、そうだからなんか落ち着くんだよね、休みに行ってたかも、保健室代わりみたいな、そうそうそう、大人になってからあんま行かないですか、あそうですね、でもなんか行ってみたいかも、国立のとかありますもんね、うん、あります、ね、あります、ねね、あそれもいいかもしれない、うんうん、いいですよね、やっぱ、うん、結構いろんな本、うん、雑誌とかも置いてありますもんね、今ね、いっぱいありますね、あの学校のやつだと真面目なやつしか結構ないですけど、図書館ね、区の図書館だと何でもあるありますもんね、うん、自分の趣味のやつとかも置いてあるもんね、うんうんうん、あいいな、ちょっと私も行ってみよう、行ってみます図書館参考にコーヒー飲みながらとか無理なんでしたっけ、図書館は多分飲み物、飲食禁止なはず、確か。でもなんかそのカフェみたいなとこ、あの併設してるとこもありますから ね、カフェ併設してて、そうそうそう、だから本、まあ本の読みながらは無理だけど、はい、もう隣のブースにカフェルームがあります、うん、みたいなとこもあるので、そうそう、最高ですね、おしゃれ な、ね、おしゃれな、最近ありますよね、ありますあります、いいですね、素晴らしい過ごし方、はい、はい、でお二人目ご紹介いたします、はいはい、ラジオネームひでひろさんからです、ありがとうございます、ありがとうございます、まどかさん、ひかるさん、こんばんは、こんばんは、こんばんはです、テーマ、
暑い夏の日の過ごし方。平日は会社があるので、暑くても寒くても雨の日も出社か、うん、現場に直行するかの2択なのですが、去年までの僕は暑い日の休日はクーラーかけてゴロゴロしてゲームしたり動画見たりしてました、うん、今年の6月から毎日1万歩超えで欠かさず歩くことを決めてやっています。すごいですね、うん、平日は1万歩超えれば当たり前だったのですが毎日歩こうと決めました、うん、だいたい午後から2時間くらい目処にスーパーに買い物を求めて、うん、含めて歩いています、昨日は暑くて水分補給しつつ汗でシャツがびしょびしょになりながら歩いていました、うん、熱中症には気をつけて続けていきたいと思っています、はい、あんまり危ないようなら朝もしくは夜にも考えよう。確かにですね、あんまついても危険ですね。1万歩歩くって結構大変だよ。歩結構大変、うん、で多分カロリーなかなか、カロリーだとどれぐらいだろう、300か400カロリーぐらいなのかな。1万歩を歩いたのに歩くと消費する。300ですよ確か。私メロンパンで終わるよ。だってそうだから意外とそういうもんなんです。そういう風に考えたらメロンパン食いたくなくなっちゃうよね、なんかね。でも他でも大事でも人間って他でも消費してるからそこだけ考えたらね、そう、あれですけど、すごいね、この夏にその1万歩すごいですね。暑さはなかなか、いや偉い、いやいや歩かないですもんね2人は。外ね、なんか涼しい時期だと全然歩くの大丈夫なんですけど、もう夏は暑いと運んでほしい。歩くこと自体は好きなんですね。そう、歩くことはすごい好きなんですけど、運んでほしいね、もう夏は。夏は無理です。無理、うん、嫌です。飛びたい、それか飛びたい。どういうこと？飛んで移動したい。ドラえもん的な話をしてるんですか？空を自由に飛びたいなの話？そう、タケコプターって、タケコプターの話してるんですね。つけてもらう。いや、それはみんな飛びたいですよ、うん、飛びたい、本当に。早くあのアイアンマンのね、こう足にバーンってつけて、すごい。でもあれ、そう、あれ作ってほしいよね、うん、あれ足めちゃくちゃ熱いかもしれないですけどね、多分ね、めっちゃやけどする。手もめっちゃ熱いかもしれない。すごい大変なことになるかもしれない。もうあれぐらいのね勢いで飛びたいですけどね。はい、じゃあそんな感じでメッセージご紹介しました、はい、ありがとうございます。じゃあここで次のコーナー行っちゃいます。はい、はいはい、気になることの葉コーナーでございます。あ、夏はね、うん、やっぱり私もまたそろそろラジオで浴衣着ようかななんて、うん、だいたいいつも8月、毎年8月になるとラジオで浴衣着てるんで、ここ数年、はい、そうなので、ちょっと浴衣の由来、ほう、そう、浴衣の由来を調べてみました。はい、はい、もともとは、浴衣が作られたのは平安時代。当時浴衣は貴族がお風呂に入るときに着る着衣だったそうですね。そう、普通の、まあ、洋服じゃないですよね。そう、よ、だから、水着じゃないけど、はい、なんていうの、あの風呂着、お湯に入るときで、昔って混浴だったから、多分肌を見せないってことで着てたのかな。あのバカ殿様とかでよくお風呂入るときになんか着てますよね。あ、だからあれふざけてるんじゃなくて、ね、浴衣の本当の入り方だったの。あれちゃんと歴史に紐づいて、あの描写されてるんですね、バカ殿様。そうだったんですね。着てますもんね、こういう白いあのね。着てる。なるほど。で、その当時の名称は、浴衣びら。浴衣びらの浴衣を取ったことが語源になってるそうで、浴衣ってお湯。お湯。そう、お湯のね、湯から始まるんですけど、そう。で、最初は、お風呂に入るときに着ていて、で、現在湯船に浸かることではなく、今のようにね、うん、蒸気を浴びる蒸し風呂のことを、だからサウナみたいな時にあれを着て入ってたみたいですよ。サウナみたいのがもうその時代にあったってことなんですね。そう、ね、すごいですよね。そうそうそう。で、当時のお風呂で浴衣は裸を隠すための用途、あと火傷防止、汗取りの用途で、そう、着られてたそう でそのうち時代が変わって、安土桃山時代になると浴衣はお風呂上がりに着る湯上がり着、あと寝巻きとして着られるようになったそうですね。うん、そう、まあ、暑いもんね、だって暑いさ普通に考えて、いや、これ暑いんじゃないってなったんじゃないかな。多分ね、でもあれですよね、岩盤浴とか行くじゃないですか。あ、はいはいはい、そしたらああいうの着ますよね。着てますね。あれですね。そうね、なんか砂風呂とかもああいうの着て入ってますもんね。はい、あ、男女一緒のとこもあるわけじゃないですか、岩盤浴とか。だからそういうこと、
あと麻素材を、ね、使ってたそうですよ。はい、で江戸時代からあの庶民に普及してだんだんこう浴衣の用途が変わって、もう江戸時代中期になると町でこう着る人が、ね、増えたみたいです。なるほどなるほど。そうすごいよねその移り変わり、うん、最初ね下着だったのにみたいな、ね、まさか、まあ、だから、まあ、ある意味水着とかもさ、うん、昔はあのなんていうの海に水着で入るっていうのがなかった時代もあるわけじゃない。ああそうだね。あのヨーロッパとかでもドレス着て、うん、みんな清掃して傘持って真夏なのにすごい暑い中浜辺にいるとか、そうあのベニスにシスって映画あるじゃない。 あれ、ね、見てもらうと分かるんだけど、子供たちは水着まだ着てるけど、うん、女性たちとか男性みんなスーツとドレス、華やかなドレスと帽子かぶって海辺にいるのよ。ただなんかいるよね。でちょっとお茶会みたいなね。そう何が楽しいのよね。別に海に行く人ないでしょ。だから海風をっていうことなんじゃないですか。暑いでしょうね。暑いよね。正式に海風を浴びに行くみたいな。でもそうだわ。そうだからそういう時代もあったぐらいだから ね面白いよね。こう洋服の歴史とその言葉のね、はい、そういうことで浴衣の由来でございました。はい、浴衣って、うん、朝までまともにちゃんと着れてたんですかね昔の人は。いや着れてないですよ、ね、今の人はもう大体この紐だけになってるじゃないですか。だいたい暑いし。そうで、あのここだけなんか閉まってる感じもちょっと嫌じゃないですか旅館とか行った時、うん、だから多分途中で外してて、うん、もう全開なんだよな、ね、寒いみたいな。そうもう全開全開になってる。そうそうそう、なんかゴロって時ぶつかるんだよ、うん、ぶつかって痛くて結び目がね、なんかぶつかって気になっちゃうんですよね。そうそうそう、なんかもう大体全開だよね。そう昔の人もじゃあ全開だったんですね。いや全開だったと思います。使い勝手悪いなってなったんですね。でこれなんか違うなと思って、で涼しいし夏に着ればいいんじゃないって。そうだみたい な、ね、そういう感じだと思いますよ。勘、はい、ですよね。勘ですけど、勘ですけど完全に勘です。はい、ではここでまたまた今日も心理テストコーナー行きたいと思います。はい、暴かれちゃうんですよこれが。暴いちゃいます。ちょっとね最近サイコパス診断もねちょっとね挟みつつやってるので、ずいぶん音に合ったことやってますね。だからねサイコパス感全然。そうなんです、めちゃくちゃぽいでしょ、ぽいでしょ。そうなんです。じゃあね、あのちょっと夏にちなんだ肝試しのサイコパス診断いきます。じゃあ第1問目、あなたは肝試しの驚かせ役になりました、はい、どんな方法で驚かせますか。4択です。1、木におもちゃの蛇をぶら下げる。2、物陰から突然飛び出す。3、お化けに変装して追いかける。4、落とし穴を作って罠を仕掛ける。どれでしょう。あー悩むなー。変装か物陰か。笑いました、ね、こんなアホみたいな音がしたイキューさんの、そうそうトンチ考えてる時の音みたい。そう私物陰から飛び、あ、変装しようかな。なんだかんだこう仮装するの好きなんで、はい、3番にします。私物陰から飛び出す、はい、僕はなんか仕掛けをだから4ですかね。穴を掘って落とし穴を仕掛ける。落とし穴じゃないですけどなんかそういう感覚でしたね。はい、ちょっと仕掛けをね、はい、じゃあこれでですね、どれぐらいあなたがサイコパスかのねパーセンテージが分かる心理テストでございます。はい、あ心理テスト、サイコパス診断ですね、はい、じゃあ1番、木におもちゃの蛇をぶら下げるを選んだ人は、はいはい、陰湿なタイプ、サイコパス的な執念深さは 70%、 まあまあ高めですね。あなたは相手からされた嫌なことをずっと心の中に留める傾向があるようです。いや、いないですね、この中には、ね、いなかったですね。あ、よかった、よかった、危なかった、はい、で次2番の物陰から突然飛び出す、選んだ人は、はい、正々堂々と向き合う素直なタイプ、サイコパス的執念深さ 20%。 おー、低い、低い。あなたは相手と正面からぶつかることのことで、ことのできる物おじしない性格をしているようです。もうさっぱりしているってことですね。合ってる、合ってますね、合ってる、合ってます、そんな感じ、そんな感じ、うん、なんかあのなんかずるいこと考えないで、多分こうか物陰に隠れてる時も食べ物のことと焼きそばのこと考えてるでしょ。そうですね、もうそれでしょ。そうかもしれないですね、うん、じゃあ、ね、私が選んだ3番、はい、お化けに変装して追いかける。
選んだ人はですね、目標目的達成のためなら手段を選ばないタイプ、サイコパス的執念深さ 90% です。うわやばやばいやついたやばいやついた、はい、結果や目的達成のためならどんな準備や犠牲も厭わない傾向があるようです。怖いですね、気をつけてください。いや、そういう感じなんですか、やっぱ意外とね。どうなんかいつもニコニコしてるなと思ったら思ってたんだ、ニコニコしてると思ってたんだね、うん、いつもあどうもお疲れ様、また来月怖っ今日も笑うんだろうな最後、あの笑顔がもう怖っ。だって嘘なんでしょ全部、90でしょ90ってことは嘘ですよ。嘘でください皆さん、そんな怖がらせないでください。そんなことない、もう一回最初から見直してください、あの笑顔、あの笑顔嘘でしたよ、もう見直してください巻き戻して、あれ90ですから。平和主義、平和主義ですか、平和主義。うわ怒ってるよ今怒ってますよ、見てください顔怒ってない、目が怖かったですよ、なんか怒ってないですから、もう本当に全然全然何もね、もう平和な平穏無事な人間ですよね。本当ですか、そう、もう診断だから、これ心理テストみたいなもんなんでね、ね、もうあなたのまずしんのすけさんの結果もね、はい、どうだったかなっていう、ね、ゼロでしょゼロ、はい、じゃあ4番、はい、落とし穴を作って罠を仕掛ける、選んだ人はですね、しっかり計画を立てて行動するタイプ、サイコパス的執念深さ 40%。 ありがとうございます。中途半端な感じですけどね怖っ怖っいや40は普通だったら OK って言えばいいのに、中途半端ですね怖っそんな怖い顔してて、ね、分析や計画を綿密に行い実行に移すようです。また確実性を 重視するため成功率が低い場合は実行も起こさないでしょう。そうなんですよ、これめちゃくちゃ合ってますね。合ってますか、ほんで結構そういう感じです。あ、じゃあもう石橋叩きまくってみたいな、もう叩きまくって、ね、もうこれは成功するぞって思わないと向かわない、はい、もう 100% 崩れないと思わないとやっぱもう渡らないっていう感じですね。渡らない、橋を渡らない、いやこわすごい怖いキャラにするじゃないですか、はい、はい、じゃあもう一個はい、お願いします。はい、はい、ひかるちゃん飲み物を持ってきたんですけど、最初の10分で空っぽになってますけど、はいね、空っぽになってますねありますありますあよかったよかった、はい、いけます、いけます、お願いします。サイコパス診断もう一個やってもしょうがないか、もう一個やってもう暴きましょうよ、まどかさんの本性暴きました、じゃあ2問目いきます。とても喉が渇いているあなた、暑いですからね、はい、自動販売機で飲み物を買おうとすると見たことのないドリンクばかりでした。あなたは何色の飲み物を選びますか、はい、3択です。1、青、2、無色、3、黒。喉渇いてるでしょ、喉渇いてるでしょ、無色だよねやっぱり、無色透明じゃない、青、青、いや僕も青でしたね、涼しい感じが、ね、本当は黄色かなと思ったんですけど、なんか色そういう明るい色がいいなと思って、本当に、はい、じゃあね見ていきますよ、はい、頼む頼む頼むはい、もうすごいもうすぐ出るよ答え、はい、頼む、はい、1の、お、はい、青を選んだあなた、はい、サイコパス要素 50% です。あ、さっきと同じ感じです ね平穏無事だね、うん、はい、我々はね、そうです、はい、ちょっとね、あの、うん、私何とも言えない感じですけど、はい、2番の無色選んだあなた、はい、要素 100% わー、逃げて逃げて、渋谷からみんな渋谷から逃げて、いたよ本物の、危ない危ない、渋谷から逃げて、映像で映像で、ちょっと話して、切りはしないで、切りはしない、ちょっと話して、危ないから、映像もやばいんだ、ちょっと話さないと危ないから、呪い呪詛じゃないんだから、危ないよこれは、逃げないとやばいでしょ、逃げて逃げて、190よもう、190、いやプラスしなくて、 190% サイコパスよ、足さなくていいから、ね、足さなくていいから、サイコと渋谷でランデブーよもうこれは本当に名前変えサイコに変えてもらっていいですか本当ちょっとサイコっていうね、あ、うん、あのちょっと芸名変えようかなサイコです、英語でサイコサイコサイコはい、じゃあね、3番の黒選んだ人はもっと低い、要素サイコパス要素 20%、 色が薄いものを選んだ人ほどサイコパス要素が高いようです。
判断する際に無意識に混入物を警戒した方はサイコパスの資質があるかもしれません。ああなんかこう色がついでも確かに色がついてるとちょっと毒っぽいしなんか喉を潤せないなって思ったから無色を選んだんですけど、うん、もう言い訳は大丈夫もう自白してください。もう取り調べ室みたいになってます。刑事みたいな取り調べ中みたいになってますからこれアクリルでやばいな。なんか結構ちょっと自分でも不安になってきたな。いやいやちょっと、ね、気をつけてください。ちゃんとサイコパスな部分ちゃんと1ヶ月メモっといてください。ちゃんとメモで、はい、サイコパス要素、はい、こんな行動姉の姉のサイコパス要素気をつけないと。新之助さんにこんなにありましたほら報告してください。どうしますかこれでこうやってまた騒がれるんでしょ。あそこの電線に靴引っ掛けたの自分なんじゃないんですか、ね、怖っ自分で引っ掛けといてあそこに何かあるよっていうすごい写真撮って撮あの乗っけるんでしょ。まさかやばマッチポンプ怖っ自分いや、はい、そんな感じでねちょっと恐ろしいし、ね、はい、サイコパス診断でございました。はい、ではではね、そろそろお別れのお時間も近づいてまいりましたので告知コーナー参りたいと思います、はい、じゃあねちょっとおなじみのインスタグラムヒカルの方から、はい、はい、お願いします。出るかな、はい、はい、インスタグラムですね、はい、配信などね、あのポコチャなどしてる話とか、あとアンバサやらせていただいてる服の紹介とか、うん、TikTok とかいろいろ出していますのでよかったらね、はい、ぜひ見てください。これ下はお友達なんですね。お友達、あ、じゃあ私ですね。あ、これ、え、下、私ですよね。あ、私です。この丸い部分ですよね。雪食べたいって言ってますか。あの雪を食べ、あの雪を食べようとしてる動画です。それ、はい、ぜひ食べたい。ちょっと家帰ったら見ます。はい、雪を食べようとする動画ちょっと見ます。はい、家帰ったら。はい、ぜひ。ココちゃんもね、はい、今日もやるのかな。はい、今日帰ってからですね、はい、あのやりますのでよかったら遊びに来てください。はい、そして新之助さんもツイッターメダカ。メダカトーク。あ、うちで飼ってるね。はい、ヘビちゃん。アニマルのですね。これ可愛いですよね。これ可愛いですね、この2匹は。可愛い。可愛いね。はい、元気にやってます。はい、こちらもね、はい、ぜひチェックしてください。はい。はい、そして私のインスタグラム出ますでしょうか。はい、まどかですね、こちら。めっちゃ見るじゃない。めっちゃ見るじゃないですか。ハンドメイドが出てますね。はい、おしゃれに。そう、これもう本当クオリティが高いですよ、本当に。そう、ありがとうございます。ハンドメイドってもう言わないでもいいかもしれないですね。いや、でもハンドメイドです、はい、でね、あのハンドメイドのノスタルジアの方もお願いします。はい、ちょっとね、最近新作もアップしたので、うん、ぜひね、チェックしていただけたらと思います。はい、またね、ちょこちょこ乗っけていきますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ではね、今日もそろそろお別れで8月も始まりましたので、はい、はい、今月も新之助さんまた来月、はい、サイコパスじゃないよじゃないよ、はい、最後の笑顔に注目してくださいね怖いな自分でも怖い、はい、ではね、また来週もお会いしましょう。まどかとひかると新之助の渋谷でランデブーでした。バイバーイ。教えといてもらっていいですか。ごめんなさいね、びっくりしちゃったんで、ちょっとすいませんでした